こんにちは。今日はですね、いつもみたいに僕が喋っているんではなくて、この後、うちの、自宅にレッスンに来られてる、実際に来られてる方の、ここでレッスンしている様子を、見てもらおうかなと思います。ただし、顔は映しません、その方の。顔はずっと僕が映ってます。音は聞こえてきます。紹介だけしとくと、僕より10ぐらい上なんで、もう70を超えた、女性です。うちに来はってどれぐらいかな、2年3年ぐらいかなになるかな。全くの初心者からです。で、なんでそういうことをしようかなと思ったら、例の僕が作った基礎練習のプリントね、それをたくさんの人に僕をお送りしました。で、使って練習してもらってるかなと思うんやけど、あれはなかなか一人でやってても、その基礎練習の意味をちゃんと理解してやってもらえへんかったら、あれは何の意味もない簡単な音が並んでるだけになっちゃうんで、その辺を僕が実際にそれを使ってレッスンしてる時にどんなことを言うてんのか、で、それを聞いてどういうふうにね、生徒さんが副反応かっていうことをちょっと皆さんに見てもらうというか、聞いてもらうというかね、っていうことをやりたいなと思って、この動画を作ってみました。ね、30分のレッスンで、その基礎練習に15分ちょっとかけてます。その部分だけをとりあえず。ね、その続きの曲についてはまた機会があれば、ね、やりたいと思います。ということで、見てください。はい。もう言うほどのことではないと思うんだけど、音程もいいし、いいんだけど、なんかね、時々その 3つ目の音がもうほんの一瞬やけど短い時があるから、4回やったうち、2回ぐらい短かったかな。そうそうそう、ここまでね、4のとこまで。もう一回行きましょう。切り際が高い分ね、ちょっと下がるかな。って今わかるかな、一瞬下がるのね。それを。下で止めちゃう感じで。もう胴から上だけいきましょう。
知らん。まあいいんだけど、あのラーがやっぱりあれかな、今こんな感じだね。それをC までは全然いいんだけど、ラーだけがちょっとね、多分吹き方かな。うん、もう一回ドからだけ。うん、大体 OK です。大体っていうのは、ちょっと音揺れるから、あの合ってる時もあればちょっと高い時もあるっていう感じ。でもさっきよりは全然今のやつの方が。はい、じゃあ次、そうそうそう。あ、そう。うん。これまたやっぱりちょっと下がっちゃう、音の切り際が。で、特にもう多分自分で分かってあると思うけど、ファーミーファードのファーの音がもう息が多分足らんのかな。なんかもうだいぶ音もちっちゃいし、音ちっちゃになったら音程下がっちゃうし、最後までしっかり、ドレドからいきましょう。やっぱりね、こうなった。うん、下で止める感じ。あのドレドのドレミレのレも同じことね。もう一回ドレドから。うん、それね、あの弱い。もっとしっかり。でもそれぐらいの感じで、はい、じゃあいいです。すごい高いけどね。でもそれ以前にね、あのソーから始まってね、ソーファーソーファーミーファーってね、やっぱりね、だんだん なんていうの折り切れてない。だからドーなんかもすごい高いし、で そのドーがいきなり高いんじゃなくて、ソーファーソーファーミーファーってだんだん降りてくるでしょ、はい、その降りてくる度合いが少ないから、ドーもドーぐらいになるとすごい高くなっちゃうんで、ドーだけ直すんじゃなくて、最初のソーファーソーファーソンとかね、こうではなくて、次もこの1個音が下がった時にちゃんと下がってる感じを作っていかんと。もう一回最初からいきましょう。今のThank you.
ラーだけが高かったね今ね。そうだけ、どうしらしそうだけ。そう。そう。ね。ラーはもうあのいつも言うように指でなんとかしようと思わんと、思わんとっていうか指ちゃんと塞がらなあかんけど、もうそれよりも息の、ちょっと言い方おかしいけど弱さっていうかね、で音を作ろうと思わんとダメね。うん、ラーの指やったってラーの指出えへんという、ラーの音は出えへんと思うとかんとね、うん、自分で息入りをコントロールしてラーの音を作るっていう感じね。そうしたらちょっとぐらい隙間空いててもね、その分もっと よく聞きながら吹いてたら、もっと弱くすればある程度こう隙間が空いてたってカバーできるから、指に頼ってたらもう絶対カバーできひんから OK です。はい、次行きましょう。8分音符の感じはいいんだけどね、ちょっと7分音符があまりにも短いかな、はい、あのブレスそこで取るのはいいんだけど、今のソー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 ってなってる、ソーソーソー、もうちょっとちゃんと一拍、あのブレス取んやったら一拍正味は無理やけど、でもそれにしてももうちょっと長めに、うん、もう一回ソーラーソーのソーの後、四分休符やったかな、それ休みありましたね、はい、うん、でその休みがね短くてちょっとだけやけど次に入るのが早い、はい、ソーファミファソーラーソー、あーもう絶対慌てて次行かないで、一番最初もってこうなんか慌ててファーに行かない、ソーの音大事に吹いて、でソーファーミーってちゃんと下がってね、やっぱ音程、はい、じゃなくて、だからもう一回いきましょう、はい、息しんどかったらもうちょっと早くてもいいしね、はい、じゃあ次、うん、あのね、上の音もっと強く、はい、今のではこの感じじゃなくて、一番
がった時が一番全体で強い音が出てるように、これだけ違って次の後の2つもね、もう一回いきましょう。ちょっと下がっていくときに指が塞がりきれてない、ファーミーレあたりかな。もう一回、遅くならない、もう一回、さっきあの2つ上の八郎町の音階やってた時に言うたけど、なんかね上の音はねこう弱いのね、あの弱いってね、あの音量というよりもね、なんかなんていうかな、こう弱々しい感じになっちゃうのね。でそこをしっかり吹こうと思ったら音高いって言われちゃうかもわからんからっていうこともあんやけど、でもねなんかすごい不自然に聞こえるのね、上が弱いと。だからちょっとぐらい音高くなってもいいから、今の最後のやつね、今こうやっぱりねこういう風になる。それをっていう風に上に行くほどしっかり。もう一回最後のやつ。うん。ちょっと待って。それで短いね。レミファ。それの例はね、高かったのは多分ね、どっか隙間空いてたと思う。強さが強すぎたんじゃないと思う。今高い方の例ね、すごい高かった。うん、ちょっと隙間空いちゃってる。最初から。うん、もう一回最初から。やっぱりね、いつも言うように上がっていくときは指離していくんやから隙間できひんでしょ、最初にちゃんと塞がってたら。だけど下がってくるときはもうほとんど全部指離した状態から一個というか、まあ、順番に押さえていかなあかんでしょ。でそのときにちゃんとね、あのなんていうの、あの塞がってないのね。で上の方の礼胴あたりでも塞がってなかったら、あとは全部高くなっちゃうから、うん、まああの発表会も終わったし、ちょっとまた落ち着いて、そういう細かいことをね、はい。